世界ボクシング協会、WBA は13日、日本時間14日、WBA 世界スーパーフライ級王者の井岡和人、34、イコール姿勢イコール2、指名挑戦者で同級1位のジョン・ラミレス、27、イコール米国イコールと次戦で2度目の防衛戦を行うように対戦交渉を命じたと発表した。交渉期間は今月12日から2月12日までで、 合意に達しなければファイトマネーの配分はイオカが75%、ラミレスが25%で工業権の入札となる。写真、大晦日に開催されたタイトルマッチ。ホスベル・ペレスを攻めるイオカ・カズとイオカは昨年大晦日に東京、大田区総合体育館で、同級6位だったホスベル・ペレス。28、ベネズエライコールに7回 KO 勝ち。初防戦に成功した。 試合後にはペレス戦の前から対戦交渉を行ってきた WBC 王者のフアンフランシスコ・エストラダ33メキシコイコールとの統一戦を改めて熱望イオカ陣営は今月中にエストラダ陣営との対戦交渉を再開する意向を示していたただしイオカや陣営は次戦が指名試合となることは想定しておりイオカは1日の一夜明け会見でラミレスについて強いなと感じた と印象を語った。現在は約1ヶ月間の完全休養中で、体と心の疲労回復に努めている。プロ戦績は井岡が34戦31勝、16KO、2敗1分け、ラミレスが13戦13勝、9KO、ペレスが24戦20勝、18KO、4敗、エストラダが47戦44勝、28KO、3敗、